ファンの皆様、こんにちは、こんばんは。いつも動画のご視聴ありがとうございます。皆さんの応援がこの動画の原動力となってますんで、これからも応援よろしくお願いします。ああ忘れてた、アンチのお前ら本当にお前ちゃんと見てるか、隅々まで動画見んだぞ。もう好きで好きでたまらないこの動画、癖になる動画、よくわかるよお前らの気持ち。その寂しい気持ちを埋めるのが俺の動画の役目だ。今回もたっぷり見てくれよ、レイです。あのね、これからね、今日は9月の、14日、ということで、もうすぐね、お昼になっちゃうんだけど、今日はね、午後から、普通の業者の婚活パーティー行ってきまして、まあ行ってくる、ね、予定になってますんで、でまたね、報告はね、後ほどしたいと思ってます。で、今日ね、まあ出かける前に、動画の方をね、今収録してるんですけども、前回ね、まあ俺の簡単にね、かいつまんで、過去の恋愛遍歴というものをね、配信しましたけれども、で、今回はちょっとね、それにあたって思い出したことがあったんで、辛かった彼女との旅行の思い出が思い出しまして、まあ、久しぶりにね、過去の女性のことちょっと思い出しましたからね。ついでにね、話そうかなというふうに思ってます。もうね、これ20、俺がいくつだっけな ?20 多分3だとか、それぐらいだったから4かなの時なんだけど、神戸の方にね、兵庫県の方に、旅行行きまして、昔ポートピアなんとかっていうね、のがあって、ポートピアホテル、今名前変わってるのか分かんないんだけど、そこへ、泊まることになりまして、でその人とはね1年続かなかったんだけども、旅行行くね計画が入ってて、で別れるもう数、そうだね、もう別れ間際のところでもう旅行は決まってて、もうキャンセルをかけると全額旅行確かねキャンセル料が発生するっていうことで、まあ、やめようかなっていうふうな話し合いをしてたんですが、二人分のね、旅行費払わなきゃいけないんで、えらい金額するわけですよ、当時で。まだね、国内旅行も結構ね、高いからね、埼玉から行くと、全部交通費とか入ってますから、新幹線の、ね、費用とか。ほんで、まあ仕方なくね、まあ最後の思い出作りに行こうかって言ってね、まあ結構ね、普通だったら暗くなっちゃうんだけど、まあそこはね、お互いにポジティブな性格であり、で、まあ旅行楽しもうということで、もう愛よりも旅行みたいなね、形にはなっていったわけなんですけども、で、またね、シチュエーションがね、普通の人にいいんだけど、悪いのが、そこの、ポートピアのね、遊園地みたいなとこがあって、そこで、生、ライブをやっていてね、夕方、歌手の人が来てて、あんま有名な人じゃないんだけど、で、後で調べたら、まあまあ活動してる人で、今はどうかわかんないんだけど、で、その人がね、また切ない歌をで、ね、歌うわけですよ。で、それを聞きながら、当時のね、その時の彼女が、もう泣き出しちゃってね、もうね、大変みたいな、ことがあって、もう本当行きたくない行きたくないって、前日の夜なんかで電話かかってきて言ってたんだけど、でもほら行くって二人で決めたじゃんみたいな話で、で、その旅行へね、行くことになって、だから旅行中もちょっとなんかね、彼女の方は今度ね、涙ぐみながらみたいなね、感じになって、で、まあ観光やめるとか言ったんだけど、いや、なんか見たいところがあるっていうんで、まあなんか意地になりながらね、その子が意地になりながらも、なんか半べそ状態でこう回るわけですよ、いろんなところ。で、ね、その夜になって、まあ一緒のもちろんね、部屋ですから、で、なんとなく流れですることはするようになって、で、やっぱりほら、そういうことすると、感情がね、
あの感情移入するわけですよ。でこっちはもうでもね男なんだけども、あの意外と男の方がめめしかったりそういう気するんだけど、俺はもう、ね、別れるって決めてたんで、でもうだから何のこの動揺もなく、でまあいつも通りに過ごして、でその彼女がね、泣きながらやっぱ言うわけですよ、その私はどうしたらいいか、でその時に別れ方がね、お互いに次の人がねいたんだよね。だからその子にもなんていうの、男がいて、次にね付き合う男がいて、でこっちもその女優の卵だった人と一回別れて、まあ、復縁っていう形で、ね、元さやに戻ることが決まってたんで、だからお互いにもう待ってる人がいるわけですよ。それなのにどうしたらいいっていうんで、いやだからもう無理でしょというところで、で君はね、名前がね、なんとかはお前はそいつのとこ行けばいい、行くことになってるし、行かなきゃなんねえわけだと、で俺も俺でね、待ってる人がいるから、お互いにだから待ってる人のもとへ、帰るのが、筋じゃねえかというところで、お互いに待ってる人のところへ帰ろうというね、話を、しまして、今考えたらすごいよね、なんかちょっと感情移入しちゃうよね。やっぱ俺がこの今の年齢でその当時に戻って、同じことを言えるかって言ったらね、多分言えないよね。やっぱり情深くなってるからね、人情深くなってる分があるから、やっぱり昔は俺非常にドライで冷たい男だったんで、そういうのはねもうきっちり割り切って、いたわけですけども、今だったら全然言えないよね。やっぱりもうやり直そうかとかなんか言っちゃいそうだよね。まあだけどやり直したところで多分お互いにもう違う方向を向いちゃっている2人なので、まあそれはね無理かなと、長続きどっちみちしねえかなっていうところはあるんで、でまあその当時は俺はドライだったから、もうお互いにそういうね方向性向いてる方向ベクトルが違うんで、で元に戻るっていうことはできないと、まあそっちのことはね元に戻ることになってたんだけど、まあ結果的にこっちの子別れちゃうんだけどね、やっぱり一回ダメになってるものはまたやり直してもよっぽどのことがない限り続かないというね。もしそういうね続いてる方がいたらちょっとコメントをいただいて、そんなことないよと、そういう人と結婚しましたよとか、ねあれば、で大体多分元さやには戻ったところでまた離れるというのが、世間の相場かなという形では思ってはいるね。俺は思ってるだけで、まあ、違うよって人がいたらその意見ちょっとねいただけたらなという、あと同じようなシチュエーション別れの旅行したことあるよって方はコメントねちょっといただいたり、あと他にね苦い思い出の旅行、例えば旅行旅先で喧嘩したっていうね、それでそのまま別れちゃいましたみたいなエピソードがある方はちょっとコメントいただけたらなというふうに思います。旅先でね旅行で喧嘩して別れるっていうことはないんだけども、それないね、あんまり喧嘩したことって旅行ではないよね。まあハプニングが多いよね、その相手が熱出しちゃったりとか寝込んじゃったりとかね、であんまりね俺も彼女とね旅行っていうのはね旅行自体が行かないっていうか、なんかね結婚してからいっぱい行こうみたいなね、で結婚願望なかったからね当時は、そういうのもあって、まあデートは毎回頻繁にねよく行ってたんで、まあ遠い距離とかね他県とかも行ってたりはするんだけど、日帰りが多かったり、あとはまあ普通にねラブホテルとかに泊まっちゃうとか、それぐらいのもので、旅行らしい旅行っていうのはちょっと少なかったかなっていうの、今考えるとね、いろんな付き合った方とちゃんと旅行行って真面目に向き合ってればね、もっと面白い有意義だった恋愛遍歴がね、あったのかな、まあまた自分がねそれで変わったのかなっていうねことも思いますね。まあ過去の過去はねもう変えられないんで、これからはねいろいろと2人で協力するできるような方とね、一緒にね過ごしていきたいななんていうふうに思ってます。まあちょっとね思い出したので語ってみました。誰にでもね皆さんいい思い出苦い思い出いろいろあると思いますけれども、皆さんのね過去の思い出話とか、よかったらコメントの方に、書いていただけたらと思います。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。